シルクロードの主要なルートのうち、南が海のシルクロードである。海のシルクロードの地図界のシルクロードとは、2世紀頃から16世紀頃まで存在した海上交易路の故障。ただし、その中で南のインド洋などを通る道のりのことを主に指す。海のシルクロードは主に東南アジアのオーストロネシア語族の船員、インドと東南アジアのタミル商人、 東アフリカ、インド、セイロンインドシナのギリシャローマ商人、そしてアラビア海とそれ以降のペルシャとアラブの貿易業者によって設立され運営された、インド洋におけるオーストロネシアの原式及び歴史的開示、貿易ネットワークインド人風の名前、名誉称号、場所の命名、組織や教育機関のモットー、ヒンドゥー教、仏教、インド建築、武道など、 インドの文化要素が伝達され、大インドの歴史的なインドスフェア文化的影響ゾーンが形成される。さらに、インドの音楽とダンス、伝統的なインドの服、そしてインド料理まで。このプロセスでは、インドのディアスポラによる継続的な歴史的拡大によってももたらされていった海のシルクロードの歴史は古く、バビロニアやエジプト王国の古代オリエントはなどをいたと言われている。また、 帝国王朝と記すそのため、本格的に海のシルクロードの交易路が開始されるのは紀元後のことであった。その主な主役はムスリムの商人たちであった。しかし、ムスリムの商人たちは貿易を活発に行い、その活発な海洋交易はのだったし、マルコ・ポーロもこの道を通っている。海のシルクロードは、 スリランカと南インドとの東民東南アジア人初期のオーストロネシアの香辛料貿易ネットワーク及び南シナ海フィリピンリンゴアーティファクトのカワセミなどの産業貿易から発展しその歴史の大部分においてオーストロネシア語族が政界圏特にマラッカ海峡とバンカ海峡、マレー半島、メコンデルタ周辺の生態を支配してきた。中国の記録はこれらの地域のインド化を見て これらの王国もインド人であると誤認していた。またこのルートはヒンドゥー教と仏教の東への初期の広がりに影響を与えていったが、外洋での航海が可能になる前、中国との貿易の多くはトンキン湾を通過していた。この地域にはいくつかの貿易港が発展し、特に高鎮地域には莫大な富が蓄積されていく。元王朝が滅びると中国では、 明王朝が勃興した。そのため、帝は艦隊で知られるように、この大艦隊の真の目的は長江貿易にあったのであり、貿易が行われていたとも言われている。その事実は、インド南部の商人やベネツィアの商人たちの貿易や、それ以降は、キリスト教徒たちの植民地支配を背景とした、経済活動が中心となっていった。 しかし、植民地支配を背景とした、経済活動が中心となっていった、ボロブドゥール戦。8世紀から、大規模なネイティブアウトリガー貿易戦の描写、シャイデーエンドラ朝とシュリービジャヤ王国、タラソクラシーラ、東南アジアのオーストロネシア人の特徴的な、タンジャセールが示されている。愛知県にある16世紀のベトナム陶磁器。ありがとうございます。